株式会社ゲンアセットマネジメントプレゼンツ日本 VS 韓国3対3大将戦クラッシュバンタム級ワンマッチを行います。青コーナー168センチ 52.9kg 韓国キンジェ X ジム所属パクヒョンウン。リングをベッドだと思って気持ちよく眠ってもらいますとパクヒョンウ19歳。赤コーナー168センチ 53.0kg 力道場静岡所属第7代クラッシュバンタム級チャンピオン三室カズキ。リーダーはわしじゃ、わししかおらんと力道場静岡三室カズキ21歳です。これがプロ20戦目となりました三室、18戦目のパクヒョンウ。さあ木村彩音さん、はい、注目ファイターと冒頭語ってくれました三室選手出てきましたね。どんな思いですか？そうですね、まあ、前2つが勝ったということで、まあ、勢いも日本はあると思うので、はい、このまましっかり自分のペースと勢いで頑張ってほしいと思っています。松山選手にリング上、あとは三室選手にもう任せるっていう旨のメッセージ、それを聞いていたはずです。三室赤いグローブ、これが大将戦です。さあ石川さん、パクヒョンウもどんなファイターなのか、そして三室の戦いぶりですよね、はい、そうですね、まずパクヒョンウ選手はね、攻撃は重くはないんですが速いです、うん、回転が速いパンチからの、はい、ローキックがよく目立つ選手ですね、はいはい、でまあ、こうね見てて分かると思うんですこういうね、三室選手との相性もいいと思うのでスピーディーな展開が、はいはい、ストレートからローキック、まあ、そういうのね圧力は三室選手の上だと思うんで、この蹴り強いですね、右の下段蹴り、さらに打ち合い、今パンチは、いや今までないぐらいの圧力の強さですね、ですよね、はい、もうトップスピードローとカーブと蹴り分けましたね、はい、あ切れちゃった、あ画面カット、あれ三室、三室選手バッティングかな今の、うん、うわお結構深いですね。でリアム選手、はい、一瞬でスピードアップして、ね、結構ここから面白い展開になるのかなと思ったので、はい、かわいそうですね。そうですね、あとは傷の深さです、ちょっと深いですね。そうですね、今の多分今の展開でぶつかっちゃったってことはこの後もぶつかる可能性がありますよね、お互い前に来るから、はい、まあ、不対点というところはよく分かりましたからね、はい、左肩、胸に返り血、パクヒョンウ、右のおでこだから、はい、攻撃ももらいやすいところなので、ちょっと、まあ、現状が心配です、そうですね、どのぐらいの高さなのか、はい、まあ、場内の時計では開始から47秒、ドクターチェックが入っています。ちょっとリアム選手、これ出血の量多いですし、はい、まあ、そうですね、目の上とかではないんですけど、でも結構深そうに見えますよね、はい、まあ、21歳まだ若いファイターです三室カズキ、まあ、その会見などでのパフォーマンスでもずっと有名となりましたが、肝心の戦い、やれますね。 KO 勝利が何としても欲しいんじゃというのが三室です。続行です、再開です、まあ、心配ではありますけどね、その前に倒しに行くんじゃないですか三室選手は、それが欲しいですよね、はい、今日の圧力素晴らしいですからね、っていうことは KO 本人もそれ以外ないと望んでいます。左、フックが強い、左で狙われるところ、ワンツーボディ打ちで三室が返していきます、まあ、パクヒョンウもこれはリアム選手、はい、まあ、冷静に見ていこうという動きもありますが、来ましたね、足、三室選手はでも、ローキック、倒したいですよね、そうですね、ちょっと左の足動きが止まりました、パクヒョンウです。ローキック、カーフキック、はい、結構いいタイミングで入っているので、そうですね、効いてるかもしれないですね、ついてこれ出ないですね、反応できてないですね、はい、確かに、はぁ、今一度ですね、うん、まあ、打って離れます、セコンドからも効いているという声が飛んでいます、もう一発、さあその痛めた足で蹴りを放っていきます。石川さん、あのサポーターしている方ですよね、アンクル、そうですね、はい、はい、今も来ましたね、今我慢してますよ、だいぶ我慢してるけど、もうもう一発、今度は引っ掛けるような一撃、うわでも出血激しい、再びのタイムストップです。リアム選手、はい、押してきたのは三室ですもんね、結構血が出てますね、なんとか1ラウンド終えたいんですよね、1ラウンド終えれば、はい、1ラウンドまでのジャッジというところで、はい、試合は成立するんですけど、1ラウンド
はい、の中でだとノーコンテストになる可能性が。そうですね、まあ、そうなってしまうと不完全燃焼。木村さん、はい、もう火はついてますもんね、スピード合戦。そうですね、結構スピーディーで、しかも迫力のある試合なので、戦いとしてはどうですか、期待以上の部分ありますか。そうですね、もっとスタートから相手を見てからスタートするのかなと思ったんですけど、はい、スタートから結構ギアが速くて、トップスピードに上がるまでが結構速かったので、確かにちょっと楽しみだと思ったところでなってちょっと出血しているのでちょっと心配ですね。そうですね、うわー大きい。表情自体は変えないミブロなんですが、ちょっと傷口の大きさというのが、浅くはないですね、骨まで見えてるほどではないとは思います。ただ、はい、浅くはないです。もうちょっとこう傷の大きさでいきますと3センチほどありますかね、はい。まあ、金髪も白に染まっています。あ、今も血が滴り落ちる。残り1分となっています。リアム選手、はい、カーフキックですね。まあ、多分3ラウンドは厳しいと思うので、あの傷の深さ的に、まあ、ミブロ選手は早いラウンドで決めたいですよね。そうですね、あと50秒です。まあ、状態を左右に振るいながらミブロの動き、最速バンタム級の戦い、パンチからミドルキックはパッキョング、それにパンチで押し返してミブロ、さらに圧力をかけてくる。まあでもリアム選手パッキョングも返しますがね。そうですね、ボディ結構いいボディが入ってるんですけど、とにかく今日のミブロ選手、はい、あ、来た、さらに左ボディ、おお、この表情、苦悶の表情そのもの。ミブロ選手は倒しきりたいですね。そうですね、あと11秒です。あと10秒でいけるか。いけるか、もう一撃食らわせることができるか。ボディへの左クック、素晴らしいですね。いや最高だ、最高。場内の時計は最高のメインイベントですね。残り2秒血まみれカズキ、すごいですね。ミブロカズキなんとニューモード突入か。顔面真っ赤、流血の中ミブロカズキ1ラウンド2分58秒と聞こえました。なんとドラマチックにミブロカズキが大将戦を決めています。日本3勝0敗です。場内歓喜コール木村さん、はい、どうですか、期待に応えてくれたんじゃないでしょうか。いや、期待以上の戦いぶりでしたね。しかしこれだけの倒し方を見せるとはリアム選手、はい、激しく、そして展開がいろいろあって思うところ多い一戦でしたね。そうですね、まあ、もう結構2回ドクターチェックも入ったんで、はい、まあ、もしかしたらラウンド1ラウンド終わった時点でストップかかったかもしれないので、まあ、そこで倒し切ったのは本当に素晴らしいと思いますね。まあ、これこそ石川さん大将の務めと言えそうですね。そうですね、3つ、今日は仕事がありましたよね、はい、大将戦をしっかりと勝ち切ること、あとメインイベントとして KO で収めること、あと、はい、このタイムリミットですよ ね、怪我のドクターストップにならないっていう、この1ラウンド以内になんとか決着をつけるっていう、はい、これ全て果たし切ったっていう、今までのミブロ選手になかったところなんで、これはこれで K1 グループで初めて KO 勝利を収めたんですね。そうですよね、スロースターターっていう今までのイメージが、はい、うん、スロースターターのテクニシャン、スピーディーなテクニシャンっていうところを一気に払拭してくれたんで、あ、そして素晴らしい。レオナ・ペタス選手、加藤コーナ選手もセコンドについていましたが、祝福宮田満、クラッシュプロデューサー、そして今日はリングアナウンサーにも復活しましたが声をかけています。リアム選手、はい、本当に速い攻防の中で難しいシチュエーションだったと思います。そうですね、あ、マイクありますね。どうも皆さんこんにちは、やる気元気カズキ、どうもミブロカズキです。わしはやったぞ、久しぶりのクラッシュ、そして初めての K1 グループでの KO、 最高じゃん、最高、ありがとう。そうじゃん、わしはもう俺からもう倒すことを証明できたから、もうこれからまあいろいろ強いやつとやって、わしは必ず、チャンピオンになる。みんな
よろしくお願いします。じゃあちょっと最後に、じゃあやりきんかずき、いいか、よし行くぞ、やりき元気かずき、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ最後もやる気と元気でかずきが決めてくれました。木村さん、はい、でも本当にこうやって大会の締めっていうのも大切ですし、はい、結果的に日本陣営3対0という結果を導き出したのは難しい状況の中でさすがですね。そうですね。しかもそれすごく、なんだろう、怪我もしながらでも、はい、しっかり最後までやって、しかも KO で決めて、とても素晴らしい試合だったんじゃないかなと思いますね。今日クラッシュ全体ではどうでしたか？そうですね、まあ、全体的にも結構迫力もあり、選手たちの熱意もしっかりぶつかって、はい、熱い試合だったなって思うんですけど、私もテレビでしかあんまりその、こう格闘技とか見てなくて、はい、実際改めてこう会場で見た時のこの熱量というか雰囲気の中ですごい、はい、いい経験だし、選手もいい経験だったなと思いますね。まあ、空手家としての血も騒いだんじゃないでしょうかね。そうですね、ちょっと心熱くなるものは何個かありましたね。リアム選手はどうでしたか、大会全体では。はい、まあ、そうですね、KO も何 KO ですかね、結構多かったイメージ。今日は5つ、本戦5つですね。そうですね、多くてダウンも多くて、すごいクラッシュらしい試合が見れたので、すごい楽しかったです。まあ、タイトルマッチでなくてもという結果を導き出してくれましたよね。はい、そうですね、日本が全勝ということで、はい、良かったですね。そうですね、こうして先方鉄中堅松山雄太、そして大将は三室一輝が結果を打ち出してくれました。日本3勝0敗です。さあ石川さん、いかがでしょう。はい、今日はですね、もう本当にクラッシュらしい、ね、宮田プロデューサーが戻ってきたというところでね、はい、いい、まあ、ね、宮田さんがやった時のクラッシュをちゃんと、はい、見せれたような、ね、そういう選手たちの気合もあったんじゃないかなというふうに思いますよね。はい、そして9月29日金曜日はここ後楽園ホールでスーパーフェザー級タイトルマッチですね。はい、中島千尋 VS 挑戦者高橋直樹、チャンピオンも挑戦者もね、今日の松山選手の試合を見たらやっぱりね、また意味の深いタイトルマッチになるんじゃないですかね。はい、そうですね。はい、いや今後も熱い戦いご期待いただきたいと思います。さあお別れの時間です。解説は石川直樹さん、そしてリアム選手、ゲストは木村彩音さんでした。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。